はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第64回闘技場が3日目になります。昨日の成績は6勝0敗、順位が4万位台となっております。昨日はベスキングが眠りに弱いということで、まあ、1本前進ですね、私のパーティーで。ペリ来航、ペリ来航感はないけど行こうか。クリフトがね、少し見直されているということで当たっておきましょうか。いや、マルティナは眠り無効だからね。はい、対戦よろしくお願いします。順番1、2、4、1、2、4か。じゃあ眠りいない、幻惑長弱点こんだんな。毒ね、毒の息誰か持ってたはずだけど、毒でな落とせないしな。どうしましょうか。これ息食らうか、これ食らう、食らいましょうか。その方がいいよね。これ息マルティナは食らう、あとは回復。ちなみに氷は関係ないの、氷関係なくてバギか、バギ耐性、バギ耐性激減 OK、OK なのか。これがクリフトってどんな技があるんだろう、ちょっと分かんないな。雷鳴好きみたいな、なんか縦3ぐらいのやつかな。でもこれ4つ出てるからそういう技があるんだろうか。でこれがちょっと厄介か。こっち側逃がしとく、右側混乱取っていく。48、縦3来るか、縦3の、デインだな、あれね、デイン弱点ね、デイン、大弱点。大弱点ね、うん、まずいね、ここはね。なんで、この配置でいきましょうか。この配置でいって、氷は受けちゃうな。まあ、あとは回復入ればいいか。よし、じゃあいきましょうか。はい。マルティナ・グレードラーは落としていきたいね。吹雪、抜群ですね。そこ見かしてほしいんだよね。いいんじゃないですか、見かして。ちょっと待って、待って。これさ、次やばくない？次やばくない？マーターは？どうしようか、どっち行こうか。グレードラ、ちょっと落とせるか。ギラダメだもんね。クレリアは回復に回したいんだよな。うわ、ちょっとまずいな。いくか。オッケーオッケー、危ねえ、なんか食らなかった。これは混乱はいいから、いいどうしようかな。ヒャダルコ、マヒャドか、マヒャド打ちたいね。混乱、幻惑長弱点か。こっちから幻惑でも入れましょうか。入れてみようか。幻、で、マヒャード、落ちないか。ここは落ちてほしかった。で、何ができる？
睡眠なんとか、無効、半減、激減。やばいな、マルティナがやばいな。落としておく。いや、こっからは落としたくないな。ここになっても困っ、まあここでいくか。ここでいく。これ何、これ何、これ。攻撃力、可視力濃さが上がる。あー、軽減。マルティナ入って。ちょっと待って、圧縮ダメだね。圧縮やばいな。激減、軽減がやばい。マルティナ、いやー入らないな。ですよね。オッケー、よし、ゲーム枠が生きてる、生きてる、生きてるよ。で、マターで、やつを落とす。ダメかなそれ。え、こっちは、いや、クリフトも落とさないとまずいんで。クリフトって耐性何、ギラ、ギラーがいけんのか。マルティナは、あ、メラが通るのか一応。じゃあクリフト落とさせてもらう。やめてな、やめてな、やめて。うん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 、あぶねえ、あぶねえ。ピビタルモン行こう。ちょっとずつ行こう、ちょっとずつ行こう。みんなで、みんなで合わせていこう。激減か、やる必要あるかなこれ。少しでも削る、少しでも削ろうか。バラモスにつなぐんだ。ヒートフレーム、レギュラーのヒートフレーム。こっち、あ、これ効く、効くね。あ、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。さあバラモスやっちゃってください。オッケー、よっしゃ。いや、昨日からね、ちょっとね、バラモスの混乱の具合がね、気になってるんですよ。入らない具合が、入らない具合がね。下方修正されていないか心配ですね。しれっと。はい、2戦目です。眠り。竜王とかも寝そうだね。うん、じゃあ優位なところ、ここ優位なのかこれ。面白いっちゃ面白いね。あのカニ、カニ燃やしてやりたいな。よし、じゃあ行きましょうか。しかしうちのパーティー火力ないな。100とかだよ、100。あ、ゾーマとかも寝るんじゃない？寝ないかな。はい、対戦よろしくお願いします。暴れ、暴れが寝るぐらいか。さあこれどうすっかな。アリーナ届かないね。でこれが食らってしまう、まともに食らう。だからメラがこれ耐え、これこういう場合どう狙ってくんだろう。メラ耐性ある子確かいたよね。クレリアが確かメラあったはずね。だからこれはダークマターを選ぶでしょう。ああ、激減だね。これこうしたら縦3で使ってくるかな。したら眠りワンチャンいけない。こうしてみよう。で回復入れながらですね。これ大丈夫かな。
大丈夫だよね。で混乱取りながら狙っていきたいね。あとゾーマか、ゾーマがここまでか、そこも意識しながら。はい、じゃあこっちか、この子どうしようか。この子はこういう感じか。はい、じゃあ行きましょうか。向こうのプサルがどう狙ってくるか。よし、ああマターだね、やっぱね。でこれはじゃあどうしようか。うちはマター返しする、それともこっち。いやマター返しがいいよな、これ。でも食らっちゃうんだよね。ここはどう。あ、当たんのか、当たんのかい。ちょっと待ってよ、ここでいいか。ここでやっぱクレリア入れようか。クレリアがキャド耐性どう、回復入れたいね。これ外さないでよ、いけ、外すな。初日から見てほしいんですが、ピサロ外してます。毎回外してるよ。1日目2日目で今日3日目、衝撃を全部外してます。ちなみにうちは全部ピサロ食らってます。おかしくないですかこの。どうしようか。じゃあここは混乱、いや落とされるよな、さすがにこの2人には落とされるな。うちだってこれ C だもん、あ B だ、 B だっけ、 B だもんね。どうしようかな、こっから混乱とだってうちもいけるからな。申し訳なさそうに打っとく。シャドウ、まあ打ちましょう、ここでいいな、打っとこう。でここは回復を入れる、回復、安らがなきゃダメ。まだ耐えてくれ、よしよし、いいのいいの、これでいいの。で、これだ。これで誰を狙っていくか。ここに来てピサロに行くか、ゾーマに行くか。混乱体制見とこうか。眠り半減ね。で、混乱は等倍、こっちは眠り半減の、混乱、等倍、一緒。眠ってほしいな。怖いのは、こっちなんで、頼む！寝て！寝て！うまくいかないな。はい、混乱取ってよ。ゾーマとピタロ取って。全然取れないじゃん。全然取れないんだけど。で、見交わししないし。ありな、やっちゃってよ。おかしいから。あぶねー、あぶねー、生き残ってる。よし、これはゾーマ、これはゾーマを狙う。あぶねー。ちょっと待てよ、まだいけるよ、これまだいけるから。ちょっと待って、なんか違う技ない？これしかないか。これゾーマを落とさないとまずい。はい、でこの子はどうすんの、この子はどうする。混乱狙う、混乱向こうとかそういうやつか。いやクレリア回復したいから、ちょっと待てよ、どっかいい場所ないか。どっかいい場所ない？
ホームラン、前出るグッド、カニにやられそうだけどな。だったらこっちの暴れ牛鳥をやっつけるかですよね。でもね、ピサロもいっとかないとまずいんだよな、本当に。前にグッと出ましょうか。グッと出る。はい、行こう。いい、これで行こう。で、ここは安らぐ。落としたいけどな、ピサロ。あ、一撃でいけるのか。次、ヒートフレームで、いける ?180 でしょ残り。対戦なんだっけ、デビルロード180出せる、あの技で、この技で睡眠なんとかで消熱球180削れる。だったらここは安らぎたいんだけど、これだってうちこれ1で残ってるでしょ。あ、1で残ってるので、それにかけようか。頼む、落としてくれ。ちょっと待て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 、どうするどうする、どうすればいいの。これで落とせないね。なのでこっちで、どこ行っとく。ここから打つ。そうだね、ここから打ちましょうか。はいはい、400で、ここで寝るのはずるくない？ここで寝るのはずるくない？ちょっと待って、じゃあ、ちょっと待って、余裕があるぞ、余裕がある。余裕があるんで、これはどっち狙う？カニ行く？それとも、こっち行く？あ、ちょっと待って、これは？耐えれるよね、だって。こっち狙おうか。次あのカニでしょ、寝てるからいける。じゃあこっち行こう、こっち行っちゃうよ。カニ誰狙う。よしよしよし、いいぞ。はい、おいで、ここで魔法を、よっしゃ、魔法ならアリーナもさすがにかわせまい。よしよしよし、いいぞいいぞ。これですよ。その終盤に来てさ、状態異常かけるっていうのはずるいですよ。もう初手でかけようよ。混乱、フェアリードラゴンだっけあれ。の混乱入らず、睡眠も入らず、バラモスの混乱も入らずですよ。あそこはさ、かかってもよくない？そうそう、移動距離が少ないやつ選ぼうかな。ここなんかね。あー、眠りくんがいるじゃん、眠りくんが。ここはね、まあ、戦闘力的にはなさそうですが、強い。で、ドリアマは眠らないという。無効っていうのを絶望を味わったんでね。よし、じゃあここ行きましょうか。戦闘力は少し高いですが、逆に無効の人食い箱だっけ、やつの痛恨のなんだっけ、なんとかの一撃みたいなやつ食らっちゃいそうだね。はい、対戦よろしくお願いします。そっか、またメラが通らない相手だな、これ。1、2、1、2。あ、じゃあ1、2は避けれるじゃんね。1、2は避けながら行って、3、4、5、6が取れるのか。あ、いいねいいね、こんなんでいいじゃないですか。
これ当たってしまうか。どこまで来る？ここまで来るか。こっちはここまで来るか。でこういう感じにする？こういう感じにして、下がる下がる。いや位置は食らっちゃうな。クレリアこっちの方でいいか。こういう感じ。マーターはぶち込みたいんで、食らわない食らわない。で眠り取れるのか。眠り取れるか。でこっちは移動かければいいわけでしょ。クレリア、レベルロード、そうですね。であとはここだけ引っかかんなければいい話なんで、よしじゃあこれでいきましょう。はい、いいんじゃないでしょうか。いや状態以上面白いな、やってて。これはマーターマーター、これは落とせない。やばくないかこれ。ちょっと待って、ハッサンの攻撃は食らいたくないよさすがに。あー向こうから食らっちゃうね。あーそういう感じで来るかもしれないな。混乱混乱取れるか。混乱取っといてもいいよね。で、バランか。デイン。等倍。等倍で1000出るかな。デイン。あ、プラス10、やばくない？あ、でもギガデインだったら大丈夫か。だってギガデインでしょ、どうせ打ってくんの。届かないからね。ギガデインで1000出ないでしょ、さすがに。こっち狙う？いやハッサンが先動くから、いや大丈夫っしょ。こっち行こう。はい、あれ混乱混乱こ混乱どうした。混乱どうした。やばいんだけど本当にもう入ってよ。どうしようか。こっちから打っとこうか、危ないからね。次デビルロード。これは睡眠。あー長弱点嬉しいね。はい、よし。あ、ミスだよ。そこミスろうや。幻惑入れてんだからさ、本当に確率いかないよね。うちおかしいじゃん。はい、こんなんどうした。じゃあバランを攻める。ここはバラン、火が通る。もうちょっとなんか攻めたいけどね。なんかないか。まあこれが一番良さそうだね。はい、で安らぐ必要はないんだよね。ギガデイン、ギガデインは、あ、弱点か。ちょっとそれは気をつけなきゃダメだ。届く範囲にいるか。いるか。これどうしようかな。1100、こっちは1500あるか。じゃこっちから打ちましょうか。ここでいいかな。で落とせる。落としてみましょうか。いやリーゼットね、効くね、いいね。
よし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 。うん、はい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 、よし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 、いいぞ。これは圧縮、こっちは落とせるね、落とせる、 OK。 よっしゃー。でまたこっち行こう、こっちだね。ナイス。ヒャダルコ、睡眠、息、フレーム、ベギラム、あうん、全然ダメ。毒入れてやった方がよっぽどいいんじゃないかぐらいですね。81だよ。で圧縮と、オッケー。いやー、なかなか確率通りにいかないですね。だって混乱長弱点に相手に打ち込んだって混乱ならないんだよ。で幻惑取ったにもかかわらずミスしてくんなかったというフェアリードラゴン、無駄死にですね。はい、というわけで3戦終わりました。で3日目ですね、9勝0敗。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。